魔性の女と常日頃騒がれていた蒼井優さんですが、ある番組で恋愛について語ったことをきっかけに新たな意外な発見がありました。これまでに V6 の岡田准一くん、大森奈緒さん、鈴木浩介さん、鈴木浩介さんもなんだ、で堤真一さんもなんだ、と三浦春馬くんとの熱愛が報じられて、最近では映画共演者のミュージシャン石崎ひゅーいと交際中と噂されていましたが、こちらはすぐに双方が完全否定していました。かつては清純派とか森ガールとかのイメージをつけられていた蒼井優さんですが、今は180度真逆の肉食魔性というイメージが強く印象付けられています。女優の中では際立ってルックスが整っているわけではなく、個性派タイプで、しかも喫煙者で、酒豪という噂ですね。一般男性受けの悪い一面を持っています。なぜそんな彼女がモテるのか理解できてできないので、魔性という適当な言葉で封じ込めていたのかもしれません。しかし今回、その番組内で彼女の恋愛観が少しだけ明かされます。蒼井優は無意識ではあるけども、好きになった人の前ではズボンを、吐き出すらしいと、というのは女としてじゃなく人として好きになってほしいからだと言います。女性誌や恋愛指南本などではメイク、髪、スカート、ハイヒールなどわざと過剰な女性らしさを演出して異性として好きにさせる戦法がこれでもかと押されてきていますけど、蒼井さんはその逆です。そこを武器にしてない、男性から見たらそこを武器にしてないんだとか、そこまで考えるんだと驚いてしまいますが、まあ確かにそういう子だと女として見る前に、まず普通フランクに接しやすいかと分析する人もいますね。で、女として性的な関係を持ちたいとか、手料理など世話を焼いてもらいたいとか、美貌の彼女を自慢したいとかの動機で好かれた場合、いくらでも替えが効くんですね。しかし人として好きになったらもう替えは効かない。だからなのか、蒼井優がこれまで交際してきた男性は彼女にぞっこんだったと伝えられています。20代前半に交際していた V6 岡田准一君は、蒼井優と同棲するために5000万円かけてマンションをリフォームし、交際声明まで出した鈴木浩介さんも結婚生活を見据え月50万のローンを組みマンションを購入したと報道されました。しかし蒼井優さんは岡田君の元を去り、鈴木さんには好きな人はできたからとメールで一通破局したとも言ってます。心を掴んで振り回してしまう蒼井優は、まあ、確かに強すぎです。その番組内では喧嘩で男性から責められた時に今泣けばいいんじゃないかなと思って嘘泣きすることも明かしています。なぜ嘘泣きなのかというと、自分自身が泣くなと言われて育ったため、プライベートであまり涙を流さない体質なのでとのこと。また彼氏には元カノの電話番号削除を要求すると言います。蒼井さん自身はすっぱり消すタイプと言っていましたが、鈴木さんとの別れ方を見る限り嘘じゃないかもしれません。ただ元彼側から夜中に酔っ払って電話がかかってくることがあるみたいです。自分は未練を残さず相手の心には残り続ける。やっぱ強いですね。最強です。はい。前日の人として相手を好きになる恋愛は、蒼井優さんが相手でも同じようで、今年のインタビューで恋愛はイチャイチャというより一緒に歩くというイメージ、そう語っています。恋人は男と女というよりは親友というイメージに近いらしく、人肌恋しくなることはないが、仲のいい相手とたくさん喋りたいという気持ちはあるそうです。ただそんな男は周りにいないから現在恋愛はお休み中らしいです。最終的に誰かとパートナーシップを継続したいと考えているのかどうかは不明ですが、気張らず自然に構えているので恋愛のスタートでは失敗がなさそうです。人として好きになるゆえ、見栄や憧れで恋愛が発動することはなく、互いに相性の良さや居心地の良さを感じる関係、穏やかで理想的でもあります。
やたらと魔性扱いされてきた青井優さんですが、話を総合すると広く一般的にモテるわけではなく、ピンポイントの狙い撃ちに長けたタイプだと思われます。まあモテなど欲しがらず本命だけど交際するパターンは合理的ですね。やはり青井優恐るべし最強です。